ちょっと僕はヘキヘキしましたね、そこは。うん、あれ肉親いる、あれ、いくら腹立ったからって。でね、やっぱりね、子役ちゃんをずっと見てたから、彼が可愛くて。可愛い、うん。シネマサロン、映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はいつかの君にも分かることについて語ってまいりたいと思います。それでは多分同じ意見だと思いますが、 T さんいかがでしたでしょうか。いや、なんか分かってはいましたけど、辛いかったですね。もうお話しててもうで、じゃあ号泣しちゃったの。号泣しましたね。号泣したんだ。号泣、でも号泣ずっと言って泣くっていう感じですね。なんかでさらになんか結構ずっと暗めに撮られてるというか、あんまり幸せ楽しいハッピー明るいシーンそんなになかったのに対して、この子役ちゃんがめちゃくちゃ可愛かったんで。演技ほとんどしてないけどね。そう、でもなんかこの子がなんか次もっと幸せな楽しい映画に出たのとか見たいなってぐらいすごい可愛くて可愛かったね。ビジュアルはすごい可愛いよね。可愛いし、お父さんもいいんで、もうさらに悲しくなって、佐藤さん大丈夫かなってまた思いました。あ、私はね、思った以上に大丈夫でした。でね、やっぱりね、子役ちゃんをずっと見てたから、彼が可愛くて、可愛い、でそれを見てるだけで楽しいって言うと語弊があるな、こうずっと見続けて彼の行く末が気になって、そっちのは気になる方が強くて、泣くよりも気になるなと思って、どうなるんだろうなってずっと思って見てる。だから思ったほど泣くってか、まあ想定してる話で想定通り進んでいくので、そこにこうなんかコンフリクトとか意外などんでんは全くない、自分にとってはなかったんで、安心して見ておりました。まあでも辛い話ではあるんですけど、でもまあまあいろんなね家族も見れて、それはそれで非常に味わい深かったなと。竹内さんとはいかがですか。なんか出てくるその引き取り手の家族がさ、みんなクリーピーでウィアだったから、こんな気味悪い人たちばっかしかいないのかなだからちょっとね、若干ネタバレなんですけど、まあそうなるよねっていう風にちょっと思ったんですよ。つうかおかしくない、あれ。おかしいです。あんなに気味悪い人たちばっかだったらさ、無理じゃん絶対に。気味悪い人たちばっかだもん本当に。ちょっとだからちょっと飽きましたね僕は、あの辺の。もうちょっとだから なんでこんな気味悪い人たちばっかなんだろうと思って、候補者の家族がね。ちょっと悩むのが3つ家族ぐらいあるとかじゃないもんね。だってもう無理。いや見た瞬間に無理じゃんだってもう。だからもう嫌だ嫌だと思うよね。それはちょっとやっぱり監督がやりすぎちゃったんですかね。ちょっと作為がありすぎて、僕はだからなんかもう一つその辺で見てて、3家族目ぐらいの時にちょっと飽きましたね。ちょっとなんでこんなウィアな人たちばっかり出すんだろうというのはすごいあって、そこに監督のだから作為はなんか、その映画は淡々としてるのに、その出てくる家族のキャラクターが全然淡々としてないのに。そうだね、ちょっと僕はヘキヘキしましたねそこは。でそのしかも繰り返しでね、メリハリがないじゃん逆に言うと。みんな同じように気味の悪い人たちなんて、いやそりゃないじゃんくらいなんて、これ誰に預けんのって話じゃんだってこんなのって思いましたね、すごく。じゃあネタバレお願いします。ネタバレしますよ。だから俺もう最後ね、シングルの人に引き取られるじゃないですか、まあ人だなってもう出てきた瞬間分かっちゃうから、それなりに真っ当なのは彼女だけだから、ね、そう だけどシングルだっていうとこだけが悩むんだけど、お金の問題が彼女はだから子供引き取ってシングルマザーとして育てられるのかっていう不安があるじゃない、でも人間的には彼女に預けるしかないもんね。そう他に選択肢ないんだもん。他の気味の悪い人たちばっかなんだもんだってお付き合いもしたくないような人たちに子供なんか預けられないじゃんだってちょっとあれはどうなんだろうと思うよ、ね、だけど逆にその普通にね、まあ例えば不妊症とかで子供さんができない、すごく人のいい
ご夫婦が出てきたら、あ、もうそこですねってなっちゃうし、だからそれ出さなかったんじゃないですかね。いやでも本当に気持ち悪い人たちばっかだったから、うん、面白かったね。さあ無理でしょう、気持ち悪い人たちが、本当気持ち悪い人たちばっかりでさ、うん、あのでも夫婦は仲良くてよかったじゃないですか。んあのお姉ちゃんがいる夫婦、お姉ちゃん、女の子がいる夫婦、あのブランコで遊んでくれた、気持ち悪いじゃんだってでもまああの二人は幸せそうだったじゃないですか。でもなんかお父さん変な発言したじゃん、まあ、ちょっと変な発言をしたね、うん、あのこの人にはちょっと無理だなってあれじゃないや無理なんですけど、うん、あの二人は幸せそうでしたよ、まあ、あの二人は幸せそうだった、うん、でもほら他のは夫婦もなんか幸せそう、あなたたちみたいな、うん、なんかあの奥さんに虐げられてそうな旦那とかね、そう、最初はね、あの一番最初の人たちはお金持ちでしたけどね。どんな人たちだっけ最初。もうなんか庭がすごい広い家でさ、うん、あのちゃんと学校に入れて、うん、寄宿舎に入れてみたいな、はいはいはい、寄宿舎に入れるのもう差が大きすぎちゃって、どうせ絶対どっかでお前はこういう子だとかって怒ったりしそうだなとかね、うんうん、なんか類推されて、まあやっぱり誰にも預けられないよね、うん、あれだと。でもあれまあはいあなたですねって、でもあの人って問題なくはないじゃないそうそう、そう、うん、だってもう他にそれ以上の人出てこないの、問題はそこだよね、うん、だからちょっとやっぱりな、あのそこを描きたいのは分かるんだけど、だったらもうちょっとなんとかなんなかったのかっていう工夫がね、逆に言うとお見送りの作法に比べるとちょっと若干トーンダウンしちゃったんですかね。どういう意味どういう意味、あの監督の前作違いましたっけ、うん、だから何それがどう何言ってる、作り上がりとして前作の方はやっぱりクオリティ高かったですけど、どういや見てないもん僕、あそっか、うんうん、なんかそんなどうなんだろう、想像しちゃう、うーんちょもういくらねその淡々と抑制されたっていうのがあるにしても、もう一工夫二工夫欲しいよなっていうのと、やっぱり家族あんだけ気味の悪い人たちばっかり出されたらそれは誰に預けんのって話になるよねっていうのがやっぱりすごい見ていてちょっと飽きるよね、うん、なんか迷うぐらいの人たちとかでもないですよね、もうちょっとバラエティあるあんな気味悪い人たちばっかじゃないのも出してもよかったんじゃないかと思うんだろう、ね、だからちょっとなんか泣けるとこまではやっぱ行かないんだよな、うん、そうね、まあ泣けるとこはあったんで泣きはしましたけどね、うん、しかも俺なんかこれお母さんも亡くなってる設定なのかなと思ったら、うん、産んですぐ逃げちゃったんだね、ロシアにね、そう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 、あとやっぱりあの何すごい大兵なさ、うん、あの屋敷に屋敷のガラスを磨かされるじゃない、うんうん、あれ卵ぶつけに行くシーンいる、あれ、うん、いくら腹立ったからって、うん、そりゃないんじゃないかなと思うんだよね、うん、あそこもなんか僕はちょっとやりすぎだよね、やりすぎっていうか、うん、そういうことをする人なのかっていうのは、うん、ちょっと見ていて、うんうん、マイケル君がお父さんのタトゥー真似してるとこちょっと可愛かった、可愛かったこんなやって書いてろうそくは赤しかチョイスしないし、うん、33本立てる人も初めて見た、すごいですね、うん、もうちょっと工夫があるかと思ったんだけど、意外とストレートにそのまんまだった、そうですね、うん、そうですね、なんかそのまあ死の係のね彼女もなんかそんなに深くは描いてなかったです、ね、彼女なんかインターンみたいだったね、うん、だからね、勝手にやって怒られるみたいな、でもあの上司もさ、なんか時間に遅れてきてさも平然と喋ってるから、うん、人間的にどうなのかってもう思うしね、うん、あんなになんか周りの、いや本人もさ窓、まあ、ああいういろんな人いるじゃない、あの雇い主でね、横柄なやつがいて、うん、だけど卵ぶつける自分が磨いた、ま、ガラス窓、うん、なんか見ていていちいちこうイラつくんだよね、あのね、ぶつけるほどではないよね、ちゃんとお金も払ってるし、っていうか二度と頼まないって言われたら、そこじゃないのよ、うん、彼は自分で磨いたガラスに卵をぶつける人なんだっていうのが僕に納得できないところなんで、ね、いくら言われても、うん、そのねそのプロとして、うん、プロっていうかまあプロとしてかな、うんうん、自分でやった仕事を自分で汚すって、いや僕はプロっていうよりも人としてって言いたかったんだけどね、うん、まあそうですよ、そういう男なんだってやっぱ思っちゃうじゃない、うん、それはだからなん
だからあれ多分相当監督としても意味あるシーンだったんだと思うんだよね、わざわざ描いてるから。だからそれがどういう意味なのかよくわかんないんだよね。なんであれ入れたかったんだろう、 T さん。なんか私もあそこ、このお父さんを最初から見てて、あんなことをする人じゃないって思ってたから、違和感がありました、あのシーン。だから多分かなり意図して入れたんだと思うんだよね。あのやっぱりあれじゃないですか、マイケルと別れなくちゃいけない、でもマイケル預ける家も見つからない、それで本当にイライラが頂点に達したところにあれを言われちゃったから。いやもちろんそうなんだけどねそれは分かってるんですよ、そのぐらい僕も見とれますすいませんね。いやだから故にそれをやる、それをやる人なのが、ちょっと僕には納得いかないんだよな、人として。怒りのぶつけ先がそこじゃないだろう、っていうか卵ぶつける、自分が磨いたガラス窓に卵ぶつけるって行為は、車だったらいいの、車とかの方が納得できるね。だから彼の持ち車に卵ぶつけたんなら、そんなに僕は違和感なかったと思う。車は掃除してないもんね。車は掃除してないから、そうだね、自分の仕事を自らの手で怪我してるような感じですね、というふうに僕は受け取るよね、見ててね。確かにちょっとあそこはやっぱりコンフリクトありますよね。コンフリクトあるっていうか、あれだけど監督としてはかなり意図してやってると思うんで、まあ佐久さんがさっき説明された通りのその感情なんだとは思うんだけど、だがゆえにその感情でさえ、その自分の磨いたガラス窓に卵ぶつけるかなっていうのがな、ちょっと納得いかないところだったな。でもロッテントマト 100% だって満足と、僕はロッテン族じゃないんでしょ腐ってんのフレッシュトマト族なんですね。っていうかロッテン族じゃないんだと。ロッテン族じゃない、フレッシュ族。いやだからそっちにはどこにも入らないって言ってんのトマトには、トマトには加担しない族。そうですね、これはでも多分僕がちょっと意地悪なんだと思うんだよね。ほとんどレガハンは結構感動して納得してんだと思うんだけど、まあだからロッテントマト 100% 満足なんでしょうね。だから僕はロッテン族じゃないっていうT さんは結構平和リットに入りますか、これは。いやー平和リットには入らないかもしれない。なぜなのそれは。なんかなんでしょうね、なんか泣いたっていうのを大号泣する時とそうじゃない時があるんですけど、そうじゃなかったんですね。でなんかレビューも気になってみたけど、まあまあ高評価で、まあ悪いこと言う人はそんなにいない。いないですね。でもなんかまあ単調というか、予想ができたっていうところですかね。でもなんかさっきおっしゃったみたいに、確かにその出てくる両親たちが結構すごいんで。それもなんかもうちょっといろいろ変えたらもうちょっと違う映画になってたのではないかとか今お話を聞きながら思いましたけど、ちょっとねなんか僕はすんなり受け取れなかったかな。なんか新シーンはさっき佐古さんがおっしゃったようにタトゥー真似してるとことかロウソクとか可愛いシーンがいっぱいあったんで、なんかそうですね。いやその可愛いシーンが根幹をなすところで納得いかないと生きてこないんですよね。そうですよね。だからなんかもったいないって言ったらあれですけど、ダニエル君8歳だって思ったほど大きいんだね。可愛かったな、もうちょっとちっちゃく見えたね。これでも俺2020年の映画なんで、多分撮ったのは2011年とかだから、そうだね、まあもうちょっと5歳とかなんじゃない、きっと。まあでも5、6歳だと利発な子はいろいろできますからね、わざと封じたんじゃないそれ、なるほど、演出として、まあ見て悪い映画じゃないと思うんだけどね、でもあんまり僕はもう一つ興が乗らなかったですね。ブルージャイアント見てもらった方が良かったかななんかむしろベネデッタを選択した方があったかもしれない。ベネデッタね、選択ミスすることは、いやでも別にまあそれはないと思うんだけどね。 そうか、それはそれで一つの選択ではない、そうそうそう、分かりました、はい、では
皆さんのご意見もお待ちしております、うん、本日はいつかの君の、あ、そうだ、これタイトル、タイトル言うの忘れた、うんうん、まあ、結構いつかの脳いらないんじゃないっていう人は、うん、そこそこやっぱいますよね。そうでしょうね、うん、いつか君にも分かることでもいいんじゃないの、うん、でも脳が入ることでちょっと引っかかって、うん、んっていう服になる、うん、なんかやっぱり言いにくいし、うん、ん何って思うんじゃない、うんうん、そこはあるんでしょうね、逆にね、わざとやってんだと思うんだよね、うんうん、まあ、いつか君にも分かることの方がストレートにタイトルとしては普通あのネーミングしたいと思うだろうけど、あえて脳を入れることによってあのやっぱこうちょっと違和感を感じさせて、なんとなく一言でこう覚えきれないところがまたなんかこう感情が残るというふうに判断したんではないかなと僕は思うんで、まあ、これはじゃあどっちがいいのかっていうのはなかなか難しいと思うんだよね。うん、あんまり変わんないかもしれないかな、どうかな、ちょっとは変わるか、いや、あの集客的には変わんないと思うんだよね。うん、そうだね。だけど確かにその違和感がある方が残るとは思うんだよね。うん、他に何かタイトル案って浮かびますか。これ現代のノーウェアスペシャルって直訳するとどういう風に見えるのかね。ニュアンスが難しいです。難しいよね、日本語にするの難しかったんだろうね、これね。結構変えましたよね。うん、そうだね、どこにもないスペース、なんて言えばいいんでしょうね。だから特別な場所はどこにもないみたいな意味でね。それは素敵なとこはどこにもないとか、理想の場所はどこにもないとか、どうなんだろう、そうではないんじゃないのかな。なかなか難しいよね、これ。なんかノーエアスペシャルを解釈するのも人それぞれになりそうですよね。うんうんうん、まあ、少なくとも子供が成長して育つまではね、やっぱりずっと面倒見てたいと思ったはずだよね。でもこの放題すごいですね。いつかの君にも分かる、そこから考える、これはいいタイトルだと思うですよ、ね。まあ、いつかにしてもいつかのでもどっちでもいいんだけど、うん、まあ、あの最初拒んでたメッセージボックスを想起するような気もしますけど、ね、うん、それもあるよね。うん、でつまり自分のことを覚えてくれてない方が彼にとって幸せだったら、僕の記憶なんかどうでもいいんだと思ってた主人公が徐々にね変わってって、最後にあの免許取った時みたいな、まるで清原かやちゃん、わかる、これ清原かやちゃんっていう説明でわかる、同じようなシーンありましたっけ。そうじゃなく、清原かや今 CM に出てんじゃん、お父さんが。ああ、そうだそうだそうだ、だ全く同じだよね。あれそうですね、23歳の君。あ、そう、あれ感動する、うん、まだ僕のことを忘れてないから、忘れるわけないじゃないみたいなね、うん、あれそう、あれ感動、あれと同じだよね、設定的にはね。うん、まあ、あれの場合はお母さんがまだ生きてるからいいけどね。いらっしゃい、え、なに似てきたあみたいなね、わかんないだろうね、これ言っても。まあでも、うん、マイケル君の場合はもう一人になっちゃうのは確定ですからね。うん、そうなの、このままだとね。そうだから、なんとかその自分が動けるうちに彼の行く先を決めないとって思うよね。それは焦るよね、彼って。焦りますよね。だから卵ぶつけてんだけどね、それは分かってんです、僕にも。でも難しいのはね、うん、何が幸せかっていうのは、まあ普通はだから多分彼もきっとね、最初に映画の中でもそれはニュアンスとして出てたと思うんだけど、双親がいて、なんか庭があって、こういう風なとこにもらってってほしいっていう希望を出したんだと思うんだけど、あの会うたびろくなあの両親じゃないから、うん、いくらに庭があってさ、あの双親がいてもね、こんな奴らには任せられねえなって思うよね、やっぱり。で最後ね、決まるシングルの人はね、あれもだから資格要件を満たしてないけど、満たしてないけどダメ元で、ダメ元であったらやっぱり一番人間的にはこの人に任せられると思ったから任すわけじゃない、うんうん、でもだからといってやっぱりきっとシングルマザーである彼女にとってさ、この子を育てるのはそれなりにやっぱり、うん、プレッシャーだと思うし、お金的にも大変だから、彼女もこの子はこれで幸せになるかどうか分かんないからね、これなかなかなんていうの、なけなしの選択だよ。ということでタイトルについても研究してみました。本日はいつかの君にも分かることについて語ってまいりました。佐藤さんにも分かんのかしら、いつか。いやもう絶対分かんないと思 う, もういつまでたっても、茶番のコントみたいな最後に入れたがるんだね、僕ね。ダメだね。いつまでたっても分からない。
こと。まだ自虐を続けてるしね、この人。変な人。仲がよろしい。いつか分かりたいな。ということで、はい、いつかの君も分かることを。お約束のなんかダメダメコメントが出てきました。今日もダメダメです。どうもありがとうございました。